だよ、おらあーあー、黒いかい、うわーあ、あ、うわー言ってしまったけど、これ猫やん、なんか赤いバラのやつ、おー、びっくりー、バンバンバン、おー、ちょっと待って、来ないで、来ないで、おー、来たー、イエーイ、うわー、うわー、忘れたもん、シャオ、この木のリンゴをどうしたら、うわー、またなんかこのギロチン絵がなんか嫌な絵やな、よいしょ、当たりゃせんよ。さあ、いよいよちょっとね、だんだんと怖いエリアになってくるんだよな、ここから息吹き、え、お、ここ入れる、よー、ここ隠し通路になってた。で、じゃあちょっとセーブをします。めっちゃ刻んでるよね。さあ、このなんだろうね、もういわゆるフーガとライガーの置物、あ、うん、何々模様、うんたら模様、心の傷、タバコを吸うんだ、心の音、ドック鍵がかかっている、いきますか、赤い服の女、おー、来た、もうこいつにもうとんでもない絶叫をかまされたからね、もうそんな10年前のような同じことは二度と起きなくてよ、何よこの心の傷、赤い服の女、さあ早く、よし、でもちょっとスピード上げと、どう、いろんな美術館の写真が載っている。でもちょっとあいつスピード上げてたな。ぜひね、何のことかわからない方はニコニコ動画になっちゃうんですけども、私のこの動画のタイトルになっているやつの、パート2かな、パート2だったと思うんですけど、パート2の方でこの赤い服の女と初遭遇する時があります。私の実況動画史上一番耳にこう、耳にスッと入るような絶叫が聞けますので、ぜひ機会があればご覧いただければと思います。あ、この話か、見よう、ちょっと音ね、うっかりさんとガレット・デ・ロワ、始まり、誕生日おめでとう、ありがとう、今日はあなたのためにガレット・デ・ロワ作ったの、何それ、このパンの中にコインが入ってて、食べたパンの中にそのコインがあったら、その人は幸せになれるのよ、面白そうでしょ、じゃあ切り分けるよ、いただきます、読めなかった、あ、どうしたの、何か硬いもの飲み込んじゃった、あはは、うっかりさん、きっとコインだ、どうしよう、コイン小さいから大丈夫よ、じゃあ片付けてくるね、ママどうしたの、書斎の鍵を知らない、書斎の鍵、それならいつものそこのテーブル、あれコインだ、このコイン確かパイの中に入れたはずなのに、もしかしてどこ行っちゃったのかしら、お父さんに怒られちゃうわ、どうしよう、そして少女は結構考えた、私ってばうっかりしてたわ、鍵見つけたよ、今扉を開けるね、残酷、さあということで、ちょっとね悲しいシーンを見てしまったわけです、永遠の恵み、あ、ということはこれずっと回復できるのかな、ここちょっと悲しいシーンを見てしまいましたね、あー、これは何だっ
ったっけな、布の下の何々、その花にあなたも口、うん、花瓶に水は入ってない、バラとあなたは、うん、命の重さ知るがいい。なんかこれあれだな、あの日野秀先生の増六の奇病のなんか表紙のような感じのあれがするような気がしなくもないですな。青い花びらが落ちている、青い服の女、あれいる、あそっか、ここにいるんだ。じゃあちょっと別部屋、ああさあ来たよ来たよ、お前吐くんやろどうせ、ペッて、あれペッて吐かない、来た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 、さあ誰かが倒れている。じゃあまずはちょっと観察してみよう。ああ、鍵を手に入れてしまった、軽く叩う、ややめとても苦しそうにしている、うー、いった、い、苦しそうにしている、よし、ということでじゃあちょっと早く助けに行きましょう。さあ早く助ければよ、さあこの青い鍵を使って、ここで小さな鍵だった、でえって見てるんで、こいつをこいつを呼びます、来い来い、えい、で青いバラの花を手に入れて、だからおっと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 と、こいつがいじくり回してたんだね青いバラを、で、青いバラをいけて元気になったと、よしよし、じゃあちょっといろいろ準備が必要だな、はあ、出せるかな、いやもう考えないで行こう、でもちょっとその前に水分補給しとこう、よっしゃお待たせしました、うわ、あら苦しくなくなった、うん、うな、今度は何よ、もう何も持ってないわよ、ああれあんたもしかして美術館にいた人、そうでしょ、ああよかった、私の他にも人がいた、そっか、じゃああんたもこうしてどうしてこんなことになってるのかわからないのね、私の方もだいたい同じ感じよ、おまけにこのバラ、花びらちぎられると自分の体に痛みが出てきてさ、さっきは死ぬかと思ったわ、取り返してくれてありがとね、でとりあえずさ、こっから出る方法探さない、こんな気味の悪い場所ずっといたらおかしくなっちゃうわ、そういえばまだ名前聞いてなかったわね、私はギャリーっていうの、あなたイブ、イブっていうのね、子供一人じゃ危ないからね、私も一緒についてってあげるわ、行くわよイブやあここでだったか、今のはちょっと踊れただけよ、本当よ、とにかくこういう変なのいるから気をつけて進むわよ、イエーイ、ギャリーと合流というか、めちゃめちゃ久々とか、今いいボタンで話しかける、あ、ギャリーマークなんかある、ちょ、いいで喋ってみましょう、とりあえず出口を見つかるまでよろしくね、おお、こういう風に会話もできる機能があるとは、これはファンは嬉しいね、ん、どうしたの、あ、このタイトルのこと、抽象的な絵画ですって、 OK、 どういう意味、え、意味、ほんと、これはそのつまり抽象的な絵画よ、まあとにかく読めない文章は読んであげるわよ、まあこれ10年前私はこの絵画を絵画って言ってね、コメントでめっちゃ絵頭絵頭って言われましたからね、さすがにそこは学んでるぜ、頭がない像がある、何これ邪魔ね、イブちょっと離れてくれる、よっと、よし、これで通れるようになったわ、それじゃあ行きましょう、で、ここでちょっと喋ってみましょう、重いものを動かすくらいならお安いぐらいよ、さあ、進みましょう、おーい、頼もしい、ギャリー頼もしい、ということで、じゃあちなみにこういう、なんかエリアとか来てもどうなんだろう、花嫁の手、ちょっと不気味かも、動いてるし、あ、やっぱちゃんとセリフをつけてくれるな、ちょっと忘れんように、俺ちょっとちょいちょいギャリーとこう会話を入れとかないと、嘆き
幸せそうな格好してるのに。ああ、この今この嘆きの、ああそうか、嘆きの花向く花嫁って言ってるから幸せそうな感じなのに、なんで嘆きなのっていうことなのか。ほん？よくわからないものが扉を塞いでいる。これ知らねえな。ちょっと触ってみよう。うわ、いた！うわ、大丈夫？これは近寄らない方がいいかもね。おお、ちょっとセーブしとこう。これは新しい演出やな。猫かと思ったら完全にハリネズミか山嵐のごとく、ね、やってきたぞ山嵐登場という感じに観察してみましょう。背中がゆっくり動いてる。ぬいぐるみではないようだ。ちなみにこれギャリにどけてもらうとしたらどうなんだろう。刺されたくないわ。ここは後回しにしない。あ、じゃあもし仮に先にギャリにどけてもらうと選んだらギャリがダメージ食らってたのかな。この額縁どうしてこんなに低い場所にあるのかしら。なんでだったっけ。これまた新しいのかな。絵を低い場所に飾ることってあんまりないと思うけど。うん、ティーポットの主張を聞け。うん、ここは変わらないな。おおおおおお、なにこれ気持ち悪い。なんで床に目がついてんのよ。ほんとよな、これあったね。こんな椅子でこいつだけ充血してんのよね。なんかこの目だけ充血してない。でギャリーの感想は、ねえ、あの目玉ちょっと赤くなってなかった？砂でも入ったのかしらね。うん、これちなみに、あ、いけないよね。でこれは確か目薬を使うんだよね。でも目薬を使うのはまだ後の話だから、まあこんな感じに目の部分がくもんでいる。これ調べると、まあ当然だけど絵が多いわよね。これ全部ゲルテナが描いたんだとしたら生涯どれだけの絵を描いたのかしら。これもセリフが変わんないのか。いやこれは面白いな。こう会話をするっていう感じの。あ、これ新しくない？この謎解きは多分。大きなティーポットに文字が刻まれている。我々は同色のカップにしか茶を注がない。確かにティーポットもカップも4色ずつあるみたいね。なんかここテーブルの上みたい。うん。でティーカップはティーカップはぶつかるまで止まれない。うん。ティーカップを持ち上げることは許されない。うん。ティーカップは直線に移動するもの。これ常識。謎解きか。で、これは香りに敏感なハリネコ。これなんていうものかしら。香りに敏感なハリネコ？心病？ハリネコじゃん？じゃあハリネコでいっか。なんか響きが可愛いしね。しかしゲルテナって結構それっぽい造語するから読むのに苦労するわ。まあ私は違う意味で読むのに苦労してましたけどね。ということでこれは、お、こういうことか。あー、これはちょっと考えてやらんとな。こうするとこう、これ乗り、あ、動けるんだ。こう動くでしょ。でこうなるんだ。とりあえず黄色はこうだろうな。で、こういって、あ、あー、ちょっと待って、これで、あー、なんか違う。こう置いて、違うかな。違う気がする。ちょっと一回、うわー、なんかちょっとね、あれ考え方間違ってない気がするんだけどな。端っこまで行っちゃうのがきついな。こう行かせて、とりあえず青いのはこう行くのはわかるから、とりあえずどっかす、あ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 、はい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 、えい、行った行った。でこうで、あと一個、これ、うわ、あと赤いの、あと赤いのどうするんだこれ。真ん中に止めたいんだけどな。これもう、これ、あ、動かせれるっぽいな。ちょっと一回出よう。今この状況であるんだったら、あ、わかった。はい、わかった。はい、わかりました。これで、こうして、こうして、
あ、違う、これはまだ早い。こうしてこうして、で、こうで、で、こうで、こうで、こうで、あん？おや？こうで、おや？俺、やっぱり俺間違えてるか？こうで、こうで、行き過ぎたか。うわー、今度は青が分かんない。でも赤は多分最初のうちにやらないかん気がするんだよな。これギャリーなんかヒントちょうだい。ティーカップ動かせるみたいね。ちょっと場所変えてみる。それだけ教えてくれたってええじゃんかいの。そういうところは教えてくれないな。うわー、これはどうしたらいいんだ。ちょっとよく考えろ。よーく考えよう。ちょっと待ってよ。青を生かせるためには、ピンクをさっさと生かせるにはちょっと早すぎた。これはむずいぞ。いや、多分ピンクはもうこれでいいんじゃないかな。じゃないと辻褄が合わんもんな。うわー、むずいぞ。ちょっと戻って。いやー、これは考えろ。俺じっくり考えろ。おお、はっはっはっは、答えが出たわよ。こうで、こうで、こうで、こう。いやー、よかった。部屋中に紅茶の香りが漂い始めた。お、香りに敏感なハリネコ。この顔どこかで見たような。さっきそこにいたやつだよね。絶対。ああ、ケツ出とるぞ。額縁から何かがはみ出ている。尻尾に見えるけど、そんなことよりドアの前にいた変なのがいなくなってるわ。これで中に入れる。よかった。もうじっくり考えて。あら、ちょっと待って。あら、いいビジュアル。いっかり。そして虎にある枠。絶対あの子やな。さあ、これもまたワインソファー。大きなワイングラフスが、斜めにカットされて、中に赤いクッションが入っている。あんまり座り心地良くなさそうね。ここは立体作品の展示室かしら。どれもゲルテナ展にはなかった作品よね。ある意味貴重かも。確かに。憂鬱。難しい字のタイトルだ。憂鬱ね。ま、こんなとこにいれば憂鬱にもなるわよね。パズル。カラフルな骸骨だ。これ、偽物よね。あ、骸骨かってことね。感情。人の形を見る木のオブジェだ。よくこんなもの考えつくわよね。ということで、なんもないな。閉じいけないようにしてた割には。ちゅうことは他の部屋か。あー、いたな、ここに。ほら、お笑いだ。その笑くれたらここ閉じてあげるよ。お笑ってくれ。あげません。ちょっとくらいいいじゃん。昔コミケだったっけな。コミケにこの絵の格好した人いたな。なんか声をかけた気がします。もうその人見てくれてるかな。部屋を、出れば元通り。あ、ここか。目薬の、これどうやったっけな。こう言ってこう目薬ね。ね、アイメディカル、アイメディカルゲッチュで、うわー、目。あ、ちょっと待って。あー、しまった。普通に通りすがってたら、この辺のやつら会話してなかった。これはこの目薬使ったら見えないものが見えるようになったりして。なるほど、お化けとか。
お化けとか。そう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 。絶対使いたくないわねそれ。面白い会話するな。これ、あ、こっちは、なるほどって言ったら、いや、冗談よ。何入ってるか分かんないし。そっか、目薬取っちゃったからそうなったのか。あー、くそ。まあいいや。その辺のギャリーの会話は、ぜひね、皆さんで楽しんでいただければと思います。じっと見つめ返してみると。ちょっとイブ、何してんのよ。はい、目薬させてあげましょう。ギャーン、充血が治った。めっちゃ効果ある、あの目薬をね。で、こっちを見ているということで、壁に違和感がある。隠し通路を見つけた。イエーイ！足元に何かが落ちている。赤色のガラス玉を見つけた。ということで、これも会話してみようか。この赤い玉、何に使うのかしら。で、目はまばたきする。天井を見つめているようだ。じーっとね。で、これはここだよね。赤色のガラス玉をはめる。おー、そして額縁が落ちる。急に物が落ちるって、心臓に悪いからやめてほしいわ。額縁の裏に文字が書いてある。ドクロの左手に。ドクロの左手にか。ドクロなんてあったっけ。はい、あったよー、ギャリー。ありましたよー。ここ。左手だからこっちか。よく見ると骸骨の指何かが光っている。これって指輪よね。あ、外れみたい。銀色の指輪って見た、ね。銀色の指輪は。ずっと君だけのものってね。それ指輪にしてはずいぶん大きくない？明日からはまたアパートでいつもの毎日です。さあこれが分かった人はぜひコメントで書いてください。銀の指輪はめてみようか。左手だよね。左手にかめるのか。で薬指でしょ。じゃあはあれ？こっち？花嫁の方か。おう、ハッピー。わあ、ブーケトス。花嫁の絵が変わった？これで良かったってことかしら。花束が落ちる。ブーケを手に入れた。綺麗なブーケね。払って見てると心が休まる気がするわ。花といえばさ、花を欲しがってるやついなかったっけ？いた、いた。いた、いた。ということで、セーブをして、このブーケをもらったので、こいつを食わせてと。それは楽れたらここ通してあげるよ。お花ちょうだい。ブーケを渡したと。ありがとう。いい匂いだな。それじゃ、いただきます。あ、これ、腐れ毛道の言い方ですね。いただきます。美味しかった。ありがとう、ありがとう。約束だからね、このドアで奥に行けるよ。それじゃあね。よっしゃということでセーブして、はい、来た。ねえ、清マロ。じゃあ、スケキヨや。清マロじゃないわ。スケキヨ。このたくさんのね、たくさんのスケキヨがさあ、うわーっとめっちゃ見てる。